紀元前1033年の土地の売買の契約書、天文学について解説している年度版。研究者の間では、通称で、ムル・アピンと呼ばれている一連の年度版群の最初のページ。ムル・アピンには、研究の3つの区分、主要な星が昇る、日付のリスト、グループで昇り沈む、星々の日付のリスト、白道が通る星座などについて記述されている。 左右二列のカラムに分けるようにして書かれている。星のデータから判断して、紀元前千年頃に編算されたもののようだ、と研究者らからは判断されており、この個体は紀元前七世紀頃に書き写されたものだと推定されている。バビロニアの年度版、YBC7289-2 の平方根の近日は60新法で4桁、10新法では、 約6桁に相当する。124、6051、620、603イコール1.41421296。粘土版とは、古代、メソポタミア及びその周辺地帯において、文字を記すために用いられた材料。主に設計文字を記すために用いられた。粘土書版とも。粘土版とは古代、メソポタミア及びその周辺地帯から出土する粘土で、 できた板で、主に設計文字を記しているものを指している。そこに書かれている文書は、年度版文書などと呼ばれている。文字の記録媒体。文字を記録しやすく、携帯することも可能であったため、紀元前3000年以前から、西暦紀元直後まで、様々な言語の記録に用いられた。使用範囲、使用言語が多様であるばかりでなく、 西暦1世紀から2世紀頃に廃用になるまでの前後3000年以上の長きにわたって用いられた材料であり、今までのところ発見されている粘土板だけでも40万枚になると言われており、今後まだ多くが発見される可能性がある。出土する粘土板は設計文字だけが刻まれているものが圧倒的に多いが、中には地図や図などが刻まれたものもある。 当時あまりに一般的な材料だったので、出土する文書の比率としては、日常的で細々したもの、例えば領収書や、納税記録やメモ書きなどが多いが、そうしたものばかりでなく、出土する場所によっては、もっと重要な文書、例えば学術書、外交文書、歴史書などの割合が高くなる。また、人類の文学史上に輝く、金字塔などと称賛されることのある。 ギルガメシュジョジ誌もこの年度版で記されたということは指摘しておくべきだろう。しばしば年度版を用いた文書作成はメソポタミアの設計文字発生と共に始まったと言われている。シュメールの伝説では英雄エンメルカルが死者を派遣する際に死者が工場を覚えられないために年度版に記したとされている。また発掘によって確認された最古の年度版文書は ウルク遺跡がイオン層から出土し、紀元前3300年頃のものとされている。ただし厳密なことを言えば、年度版の実際の初期の歴史はそれよりもさらに古い。最古の設計文字の遺物は、メソポタミアのことウルクで発見されたウルク文書のものとされるのに対し、年度版はそれ以前から、設計文字の前身である、絵文字を記したり引告するためにも用いられていた。とはいえ、 本格的に大量に用いられるようになったのは設計文字の初期のためなので粘土板を用いた文書作成はメソポタミアの設計文字発生とともに始まったと言ってもさほど間違っているわけではない。主な内容は農作業や牧畜に関するものであり、伝説、考古学いずれも実用目的に由来しているところが特徴的である。粘土板文化圏は メソポタミアを中心としてシリアアナトリアエラムにまたがる広範囲なもので時代の加減もアケムネス朝ヘレニズムに至っている設計文字はまずはシュメール人によりシュメール語の初期に体系的に使われるようになりその後下記の人々によって彼らが用いる下記の言語の初期に用いられたまた歴史的な影響の観点から特筆すべきこととしては 粘土版はエジプトにまで運ばれ、アマルナ文書となり、さらには地中海のクレタ文化、ミケーネ文化でも用いられて影響を及ぼし、千文字 B 文書などの作成にも使われたということもある。通常は自然乾燥を施されたが、重要な文書は火で焼き固められて保存性を高めた。乾燥させただけでは湿らせれば改変も可能であるため、 改ざん防止目的で焼いたり粘土製の封筒をかぶせることもあった。泥を用意する古るいにかけ、水でよく洗い、不純物を取り去る、板の形にする、設計文字を刻む重要な文書の場合、日干しにして焼き、そうでない場合単に、陰干しにして乾かす、ビンチャ文化の粘土板紀元前4500年頃から紀元前4000年頃にかけてのヨーロッパ、新石器時代。 濃厚はさらにヨーロッパの内陸部まで広がり、ポーランドからドイツ、オランダにまで拡大していき、その時期にはセルビアのベオグラードに近いビンチャを中心にビンチャ文化が発展した。集落の内部で土偶が集中する箇所があったり、文字のような記号が刻される、粘土板が出土したりすることで注目される文化である。ありがとうございます。